まりのレッピンボイスレッスン。今回は調子に合わせてベストポジションを探そうです。今回はちょっと上級者向けです。自分のルーティーンで声出しの準備をして本番を迎えられるようになったと喜んでいても声がうまく出せない時もあります。そんな時は体重を移動させてベストポジションを探しましょう。いつものように姿勢を整えて声が出しにくいなと感じたら、まずは右足に体重を乗せて声を出してみる。次に左足、次は少し後ろ気味、そして前気味と体重を移動させて声の出方を確認しましょう。少し体重を移動させるだけで声の出方が変わります。その日のベストポジションを探して気持ちよく声を出しましょう。やってみてくださいね。広瀬まりのべっぴんボイスレッスンでした。バイバイ。